この動画は AI が作成しています。このため、動画の内容に誤りがある可能性があります。ご視聴にはご注意ください。ティアキン、究極のやり込みプレイ、1個目を教えて。1個目は全ての神殿をクリアするまで一切パラセールを使わない、通称、ノーフライ、です。このプレイでは、ゲーム内に出現する神殿と呼ばれるダンジョンを全てクリアするまで、パラセールという空中移動ができるアイテムを使わずにプレイするというものです。神殿はゾーラの里、ゴロンシティ、リトの村、ゲルドの町にありますが、パラセールを使うことができないため、高所からの移動や落下時の着地が困難になります。また、パラセールは風や火などに反応して浮力を得ることができますが、それらも使えなくなります。風の神殿が一番難しいと思うけど、どうやって行けばいい？風の神殿にパラセールなしで行く方法は以下の通りです。リトの村の中里を進めて、中里と合流する、中里の能力を使ってブラサン山頂に登る、空に浮かぶ船に乗って祠まで滑空する、乱気流の周辺を飛んでいる船から船へ乗り継いで乱気流の最上部を目指す、気流の最上部の穴から風の神殿に到達する。中里使うってそれパラセールじゃん。ティアキン、究極のやり込みプレイ、2個目を教えて。2個目は全ての強敵を素手で倒すプレイ、通称、武器などいらぬ、です。このゲームではヒノックスやライネルなどの強敵が多数存在しますが、これらの強敵と素手で戦うことも可能です。素手で戦う場合は以下のポイントに注意してください。素手で戦うと、攻撃力が低くなります。そのため、強敵の体力を削るには多くの時間と回数が必要です。素手で戦うと盾が使えません。そのため、強敵の攻撃を避けるか、回避アクションを使ってカウンターを狙う必要があります。確認だけど、アイテムを投げるなどドトンの術はあり。はい。アイテムを投げるか、ドトンの術のみで攻撃することになります。特にドトンの術は、素手で戦う場合に有効な能力です。ドトンの術を使うと、地面から土柱を出して敵を攻撃したり、足場を作ったりすることができます。このため敵の攻撃を避けたり、敵を吹き飛ばしたり、高い場所に移動したりすることができます。これグリオークとかはどうしろと。ティアキン、究極のやり込みプレイ、3個目を教えて。3個目はマップを見ずに全てのコログを集める、通称、コログ探偵、です。コログはゲームの中で隠されたコレクタブルの一種です。全てで900個ありますが、その場所は非常にわかりにくいです。通常は、マップを見たり、ガイドを参考にしたりして、コログを探します。しかし、このプレイではマップを一切見ずに、すべてのコログを集めるということに挑戦します。このプレイがどれぐらいの時間がかかるかは、正確にはわかりませんが、推測すると数百時間以上は必要だと思います。大変なのはわかるけど、集めるときにマップを見ないんだけど。それはすごいですね。マップを見ないでコログを集めるのは、とても難しいことだと思います。一般的には、マップを見ることで、コログの場所のヒントや目印を得ることができます。例えばコログの印がある場所や、キラキラしている場所や、不自然な場所などです。またコログを集めるにはパズルやアクションゲームのようなスキルや知識も必要です。マップにそんなすごい機能はないよ。ティアキン、究極のやり込みプレイ、4個目を教えて。4個目は全ての神殿ダンジョンを最短時間でクリアする、通称、神殿ダッシュ、です。このプレイでは、神殿ダンジョンを最短時間でクリアするという制約によって、仕掛けや敵やボスをスピーディーに対処することがプレイヤーに要求されます。例えば、仕掛けの仕組みや解き方を覚えたり、敵やボスの攻撃パターンや弱点を把握したりなどです。ちなみに何時間でクリアすれば最短になるの？5時間以内にクリアすることを目標として提案します。この目標を決めた理由は、以下の通りです。神殿ダンジョンは、ゲームの中で全10箇所あります。神殿の仕掛けや敵やボスに対処するには、それぞれにかかる時間が異なりますが、平均して30分ほどかかると推測します。それは、私がゲームをプレイした経験や、他のプレイヤーの動画や攻略記事などを参考にしたものです。したがって、すべての神殿ダンジョンをクリアするには、30分かける10箇所イコール5時間ほどかかると推測します。誰だ10箇所もクリアしたのは。ティアキン、究極のやり込みプレイ、5個目を教えて。5個目はゲームに登場する様々なミニゲームに挑戦し、高得点や高記録を目指す、通称、ミニゲーム達人、です。ミニゲームには、例えば以下のようなものがあります。ゴロンレース、ゴロン族と一緒に火山の斜面を滑り降りるレースです。ゾーラ釣り、ゾーラ族と一緒に川や湖で魚釣りをするゲームです。リト射的、リト族と一緒に空中で的を射るゲームです。ちなみにゾーラ釣りはどこでできるの？ゾーラ釣りをやるためには、まずゾーラの里の王様と話して、釣りの許可をもらう必要があります。その後、釣り場所の近くにいるゾーラ族のライナと話して、釣りに参加することができます。ゾーラ釣りは釣り竿や餌を選び、魚の動きに合わせてリールを巻く必要があります。報酬は釣った魚の種類に応じて以下のようになります。ハイラルバス、10ルピー、ハイリアコイ、20ルピー、ハイリアピラルク、30ルピー、ハイリアシャーク、50ルピー。存在しないゲームをそこまで細かく考えてきたか。
ティアキン、究極のやり込みプレイ、6個目を教えて。6個目は全ての動物や魚を図鑑に登録する、通称、図鑑コンプリーターです。このゲームでは、様々な種類の動物や魚が存在し、それぞれに図鑑に登録される番号が割り振られています。図鑑に登録するためには、動物や魚をシーカーストーンで撮影する必要があります。検索結果から抜粋した情報によると、動物は80種類、魚は24種類存在するようです。ちなみにどんな動物や魚がいるの？検索結果から抜粋した情報によると、動物や魚の一覧は以下のようになります。馬、普通の馬、骨の馬、エポナ、ロイヤルホース、マスターホース、クマ、ハチクマ、クロクマ、シカ、ノロシカ、ヒメシカ、ウサギ、モモウサギ、クロウサギ、ネズミ、チューチューキング、リス、タヌキ、イタチ、犬、猫、鳥類、コッコウ王子、コッコウ王、コッコウ姫、コッコウ王妃。一体どこの情報を検索したんだ？ティアキン、究極のやり込みプレイ、7個目を教えて。7個目は自分だけのオリジナルゴーレムを作成する、通称、ゴーレムカスタマイズ、です。ゴーレムはゲームの中で最も大きくて強力な乗り物であり、様々なパーツや色でカスタマイズできます。オリジナルゴーレムを作る際には、自分の好みや目的に合わせて、パーツや色を選んだり変えたりします。その見た目や性能を研究し、戦闘能力や探索能力を追求します。見れるゴーレムの話だとは思うけど、おすすめのパーツを教えて。好みや目的によって変わりますが、一般的には以下のようなパーツがあります。頭部、おすすめはドラゴンヘッドです。このパーツは特殊能力として火炎放射を使うことができます。胴体、おすすめはハイパーコアです。このパーツはゴーレムに高い耐久力を与えます。腕、おすすめはロケットアームです。このパーツは特殊能力としてロケットパンチを使うことができます。足、おすすめはタイヤレッグです。このパーツは特殊能力としてタイヤダッシュを使うことができます。これ本当にティアキンの話？ティアキン、究極のやり込みプレイ、8個目を教えて。8個目は全ての強敵を倒すまで一切回復しない、通称、アイアンマンプレイ、です。このプレイでは、強敵と呼ばれるボス級の敵を全て倒すので、回復アイテムや料理を使わずにプレイするというものです。強敵とは、ライネル系、グリーオーク系、ニワロック系、キノックス系、ブロックゴーレム系などの敵で、通常の敵よりも高い攻撃力や耐久力を持ちます。また、これらの敵は赤い月が発生すると復活するので、それまでに倒すスピーディーなプレイが要求されます。確認だけど、次の赤い月が出る前に全部倒すってこと？その通りです。赤い月は実際の時間で168分経過すると発生する仕組みとなっています。この時間内に全ての強敵を探して倒す必要がありますが、それは簡単なことではありません。強敵はマップ上に表示されないため、自分で見つけるか、写真や図鑑センサーを使って探知する必要があります。調べたら移動込みで一体37秒しかないんですけど。ティアキン、究極のやり込みプレイ、9個目を教えて。9個目は木の枝だけで全ての敵を倒す、通称、木の枝伝説、です。木の枝はゲームの中で最も弱い武器の一つで、攻撃力は2しかありませんし、すぐに壊れてしまいます。通常は、他の武器に取り替えることが多いでしょう。しかし、このプレイでは、木の枝以外の武器を一切使わずに、全ての敵を倒すということに挑戦します。このプレイの魅力は、木の枝という制約によって、プレイヤーが戦闘スキルや戦略を磨くことになると思います。例えば、どのようにして敵の攻撃を避けるか、どのようにして敵の隙を突くか、どのようにして木の枝を効率的に使うかなどです。弓矢も使わないってこと？はい、そういうことです。このプレイの魅力は、弓矢を使わないという制約によって、プレイヤーが他の方法で敵に近づくことを考えることになる点です。例えば、隠れたり、回り込んだり、奇襲したり、道具を使ったりなどです。せめてスクラビルドをオッケーにしてくれない。ティアキン、究極のやり込みプレイ、10個目を教えて。10個目は全ての祠をクリアせずにラスボスを倒す、通称、祠バイバイ、です。祠はリンクの能力や装備を強化するために必要なものですが、クリアしなくてもゲームを進めることは可能です。しかし、祠をクリアしないと、リンクは弱いままでラスボスに挑まなければなりません。それは、非常に困難なことです。また、祠をクリアしないということは、ゲームのストーリーにも影響があるかもしれません。例えば、リンクが賢者たちとどのように関わるか、ゼルダ姫とどのように再会するかなどです。最初の右候補の祠もクリアしないってこと？その通りです。右候補の祠は、オープニングでクリアする必要がある祠ですが、実はクリアしなくてもゲームを進めることができます。ただし、それには特別な方法が必要です。それは、空島の端まで走って飛び降りるというものです。これをすると、空島から地上に降りることができますが、非常に危険な方法です。そんな簡単な方法で突破できるか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。